だけ市民ニュース。4月23日丸森町の八島屋さんが感動の1日4尺タケノコご飯のもと、完成披露試食会を行ったんだない。去年のカレーに続いて今年もボンガーズと言ってみたんだない。それでは1日4尺タケノコご飯いただきたいと思います。はい、いただきます。いただきます。いや見てくださいよ、これ具がぎっしりね、タケノコの数もものすごい多いです。うん、はいね、お前早いよ食うの。お前あ、うまい邪魔すんなよ。いやすごい、でもタケノコのシャキシャキ感、まるでレトルトとは思えない。本当にね、取れ味のタケノコのような味がします。タケノコの食感がね、うん、レトルトでこんだけ残ってて、うん、香りがいいんだよね、タケノコのね。ちょっとね、煮物をいただいてみたいと思います。これなんかしっかり煮込まれてる感じするね。これは美味しい。こんにゃくお前タケノコ食えよ。見てこの肉厚なタケノコ。熱いですよこれ。ねえ、湯気もまた美味しそうじゃないですか。いただきます。あ、しっかり煮込まれて柔らかくなってんだけどもコリコリしてね、歯ごたえがたまんないですねこれ。香りも強いし、あのうちらばっか食ってたもあれだから、うん、周りに食べてる人のコメント聞いてこよう。聞いてみよう、みんなの感想。あの1日4食タケノコ、あの、はい、5食今されましたね。うまかったです。うまかったですか。はい、どあの思ってた味とどうでした。ちょっと甘かったけど、はい、これ5尺ぐらい伸びそうですね。食べてみてどうでしたか。いや美味しかったです。美味しかったですか。やっぱ普段食べるタケノコと違いました。あ、違いましたね。あ、どんな風に。あのやっぱりパリパリしてて、こう、新しい香りしました。あ、新しい香り。試食してみていかがでした。美味しかったですよ。美味しかったですか。はい、ね、新しい美味しいものが一品的だということで ね、 そうですね、嬉しく思いますよ。あ、この丸盛りに、はい、ね、いいことですよね。はい、これを作ったというお姉さんがね、お姉さん、どんな人に食べてもらいたいとかってあるんですかね。そうですね、これはですね、お子様からお年寄りまで誰でも食べれますし、あの炊飯器に入れてスイッチポンなんで、単身赴任のお父さんから、あの学生さんから、とにかくあの食物繊維をね、あの体の中に入れてほしいので、たけのこ食物繊維いっぱいですし、はいですね、外国人もいいよね。外国人ですね。外国人にもいい。あのこの丸森の PR かなんかありましたら。そうです、ぜひ。せっかくなんで。はい、あ、そうですか。はい、丸森町はですね、世界一幸せの町と、丸森に住むと幸せになりますので、ぜひ席は丸森に移してください。以上。お茶目な、お茶目町長さんですねこれね。はい、では今日はですね、感動の1日4食たけのこご飯のもと完成披露試食会ということで、かなりのねお客さん集まりましたけれども、どうでしたかこの試食会開いてみて。はい、そうですね、あのやっぱりお披露目して皆さんに食べていただいて反応を伺ったりですね、はい、いよいよ今日から発売ということで、あの非常に節目に皆さんおいでいただいて非常に良かったでした。なるほど、はい、これ食べてみたい人たち の、 あの反応とかはどうでした。タケノコの食感がいいとか、うん、やっぱり甘みがちょうどいいとか、まあ、炊き方が上手っていう人もいましたけど、まあ、美味しかったと言われました、おかげさんで。それは良かったですよ。こちら商品が、これが今回の、はいはいはい、どうぞお持ちください、はい、なんで、はい、じゃあちなみにですね、これインターネットテレビということで全世界に放送されますので、はい、あのこのインターネットテレビ見てる方に PR を、はい、お願いします。はい、宮城県の一番南の丸森町の荒野というところで採れたタケノコをふんだんに使った簡単にできるけれどとても美味しいタケノコのご飯の素です。もう普通の水積もりのご飯3合分に入れて炊飯器のスイッチ入れるだけ、うん、で簡単です。ぜひお試しください。はい、ちなみに一袋おいくら。一袋480円です。お、安い。はい、3人分ですから。これは安いです。あ、これは確実に安い。はい、はあ、なるほど。これ本当に実際食べてみておすすめでございます。もう一個来ました。はい、もう一個来ました。はい、これは去年発売した感動の1日4食たけのこカレーですね、はい、これ姉妹品となっております。はい、ちなみにこちらは、こちらも480円で安い。同じです、これ姉妹品です。なるほど、丸森のたけのこ美味しいですから、それの入ったカレーで480円、これは安いです。はい、お得です。今すぐこちらまで。出てるかな。分かんないですけども、そらもたけのこ育ててみたくなったんだない。